よいしょ。でウェルトキーですけども、肩は割とこういう苔が生えたりしますんで、こういうのはね、簡単に落としていただくと、この後植えた後にですね、こっちの方で広がらないので、いいかと思います。真ん中にですね、植えていきます。はい、結構根はこう、しっかり。こうやって根がね、回っちゃってる場合は、このまま植えるんじゃなくて、一回ね、しっかりとほぐしてあげた方がいいです。多少ね、ちょっとこういう風に切っていただいても成長にも問題ない、問題ございませんね。はい、冬のペーパーミントなんですけども、まあ、同じものを隣にもちろん並べていただいてもいいんですけども、今回こういう長方形のデザインですので、少しこうね、対角線上にこう全部配置していきます。こんな感じですね、対角線上になります。はい、これはね、どっちかというと立ち上がっていくタイプですね。はい、なので例えばこれから暖かくなってブワーッと伸びてきたら、バサーッと刈っていただいても全然問題ございません。それでもまたどんどん吹いていきますん で皆さん割と植えた後に土を横からこう入れたりとかスコップでされるかと思うんですけど、今土を入れた状態で変な足これも刺してるんですね。こういう状態にすぐなりますんで、こういうふうに肩までちゃんと入ってれば、わざわざ横から土を足したりとかいう作業も必要ないので、最初にこう土のふかふかな状態にしておくと割と植えていくの楽です。はい、でこう植えるときにちょっとこう下の葉っぱめくってあげると、時々こういう茶色葉っぱがあったりすることあると思います。こういうのもね、植える前の段階できれいに取り除いておくと、いいかと思いますね。で今回ですね、入れた植物なんですけれども、それぞれですね、まあ、ハーブというところではハーブなんですけれども、例えば葉っぱの色であったりとか、葉っぱの形ですね、例えば小さい小葉であったりとか、ちょっとこう長細い葉っぱ、逆にこう細長いものとか縦に伸びるものとか、こういったいろいろな組み合わせをしたりすると、割とこう緑だけでも単調にならずにですね、色合いがすごく可愛らしく楽しめるかなと思います。で今回は中心にこうちょっと高いものを入れてみたんですけども、例えば背中に壁があるところにこれを設置したいとかいうパターンであれば、手前側に低いものを植えて奥側にこういう高さのあるものを植えるとか、そういう形で高さも変えていただいて植えることも可能です。でご自宅にですね、まあベランダとかでこういうちょっと小さなプランターにこういうのを植えていただくと、本当にちょっとしたものにこういろいろちょっと使えたりしますんで、日常の中で植物を一緒にね楽しみながら生活していただけるかなと思います。